荷物やばいね。バッグがめっちゃ重い。うわ、明るすぎて見えないね、これ。じゃあ、これから出発したいと思います。イエーイ。もうケイタも何やってるか分かんないよ、俺じゃね。さあ、行こうぜ。行きましょう。うん、しょー、いざ、山登りの旅へ。嘘、俺電波入ってねえよ。やっとスタート、これ。うえ。やっとスタート。暗くて何も見えん。はい、しょ。分からん。ヘリポートか。何小屋だし。おお、意外といい小屋があるじゃないですか。はい。あったまるねー。はい、しょ。ゴミ担当はケイタで。よっしゃ、行こうぜ。出発。寒っ。なんもないよね、忘れ物ね。よっしゃ。いやー、よかったよかった。あたした、あたした。うん。日の出じゃないのに。でも一応こんな道もあれなんだね。こんな登ってんのにまだ人工の道あんだね。いいや、微妙。え、そしたらもう一個姫路行くか。多分姫路のところで休憩あるでしょ。うん。いやー、伝わんねえよなーこれ。伝わんねえなーこれは。こんな景色いいのに明るかった。サミー、風やば。風せえな。また下るのか。休憩なうって感じですね。おー、でけえ。映ってる、映ってる。すげえ、すげえ、すげえ、すげえ。おー、でけえ。すげえ、でかいよ。うん。現在の時刻は4時51分、標高は1423メートルです。
雪やべえな。どっちから来たっけ？こっちやっけ？すげえ。あ、そういうこと？
休憩。これやばい。バキクソ。じゃあ。じゃあ。あそこの頂上はきついよな。よく行ったのに、いつも見える。大丈夫ですか、ケイダさん。死んでる。ほっとしょ。いや、手袋ないと手の感触があっていいよね。ね、お前そうやって人もバカにばっかしてるからね、中金切られるんで。あーもう日頃の行いが悪いから中金切られるんで。ごめんなさい。そうそう、電池ないって言ってない？大丈夫。あ、そう。あ、まあ、TK 国。TK 国。でしょ？そしたら、もともと自分の手のひらまで持ってきて、こうやって頑張って。高いとこまで行っていい？一回、高さ持ってきて、一回、上まで持ってきて、一回。上。上。あ、違う違う、上。もうちょっと上の方がいいな、これが。で、こっちまで持ってきて。スタート。で、ここで、ここして。で、手のひら着地で、はいで。いや、また、ちゃんと見て。あ、全然間違えた。え、なんで？あ、自分でやんのこれ。え、だから、手のひら。あ、できないんだね。あ、できた、できた。よし。なんかあんまうまくいかないね。じゃあこれいくか。到着。焼けたよね、絶対。そうです。続いて目的地です。目的地に到着しました。お疲れ様でした。歯ブラシ置いてねえかな。はい、これからお風呂ですね。すっきりしていきたいと思います。ね、ついてるよね、めっちゃ。すっきり。しようかなと思って一応撮ったけど、結局どうしようね、これ。ドローンのやつを撮るで。はい、帰ってきました。まあそうですね、土日の過ごし方ちょっと動画撮ってみようかなと思って動画撮ったんですけど、最近はこんな感じですね。基本的にはもう家で動画編集して筋トレするか、まあ月に1回か2回ぐらい、最近ちょっとハマってる相談に行くって感じですね。はい、ということで休日の日常動画でした。はい、ちょっと疲れたんで、もうこれで動画以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。